神よ、今日も日々の恵みに感謝いたしますあらはじめまして旅のお方ですかやはりそうなのですねお祈りに来られる方とはまた違う雰囲気を出していらっしゃいましたからそのえっと いかがなさいましたかえはい一応私はこの教会の責任者まだ若輩者ではございますが聖女として神様の言葉を奉ったりお祈りに来られた方に祝福を授けたりなどをしておりますあのもしよろしければ今から一緒に神様にお祈りしませんか 本当ですかあ、では、こちらで膝をついて、両手を目の前で組んでください。はい、そうです。そしてそのまま、目を閉じて。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか 頭がすっきりした感じがするですか。それは良かったです。あの、もししばらくこの町にいらっしゃるのでしたら。しばらくここに通っていただけるのですかはい。では、明日も待っています。 神よ、私は神に仕える身でありながら一人の男性のことを好きになってしまいましたはあ、なんて罪深いのでしょう私は一体どうしたらよいのでしょうあいつからいらっしゃったのですかそんな一切気がつかなかっただなんてごめんなさい 今日はこの教会に何のご用でしょう折り入って話したいことがあるわかりましたでは2階に私の部屋がありますのでそこでお伺いしますねそれで折り入って話したいということは何でしょうか 長旅を共にしてきた戦士さんと結婚したい。それで、この教会を見つけて私に祝福を授かりたいと。教会を探していたのってそういうことだったのですね。そんな時に私の噂を聞いて、この教会に足をお運びになられたのですか。その戦士さんって、どのような いや何でもありません10日後ですね了解しましたでは準備しておきません神よ私はこれから一体どうすればよいのでしょうあの人のことを考えれば考えるほどあの人の存在が大きくなっていきます 思えば思うほどこの胸が熱くなってしまいますこんな私は、あなたを許してくださいますかどうしたのですかそんなに息を切らしてえ戦士さんがお亡くなりに偶然倒れた木の下敷きになった それは、お辛かったでしょういいえ、あなたのせいではございません。だって、事故だったのでしょう。そんなの、奇跡でもなければ防ぎようがございませんよ。だから、早急にやまないでください。わかりました。お葬式のご用意をしておきますね。 神よ迷える彼女の魂をどうか救いたまえどうか彼女の魂に安息が訪れますように <laughs> おつらかったでしょ。う。 その様子ですと、しばらくは旅などできないのではしばらくこの教会で休んでいかれるのはいかがでしょう。ちょうど2階に1部屋空きがございます。そこで養生なさっていくというのはいかがでしょうか。いえ、私の心配はいりません。いざとなれば、教会のパイプオルガーを売り払ってでも。 これも神の面しべしでしょう。何日でも、何ヶ月でも、何年でも、ずっとここにいてくださっても構いませんよ。ええ、大丈夫です。聖女である私が、保証いたします。